こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日もね、質問をいろいろやっていきたいと思いますが、また今日はドラムを中心に、3つ質問と、もう1つは、練習についての、質問を1ついただきましたので、やっていきたいと思います。まずはですね、音屋さんからですね、ハイハットのハーフオープンについて、バラードなどでハイハットをオープンで鳴らしますが、うまくコントロールできません。どのようにやられていますかということですね。ハイハットのオープン、ハイハットっていうのは上と下と両方鳴ってハイハットだと僕は思ってるんで、上だけ鳴ってる状態はハイハットと言いません。で、ハーフオープンっていうのは、もうハーフっていうのは感覚の問題で、これがオープンだって考えると、これオープンっていうのは上だけ鳴ってる状態ではないです。なので両方必ずね、ハイハットってここにこうネジがついてるので、でこうネジで下のシンバルをこう押し上げてるんですね。なのでこのシンバルがある程度ちょっと下のやつが上がってないとハーフオープンやりにくいです。で、上がってることによって上が鳴るとね、両方鳴るようになるじゃん。でそのこれがオープンだったら、このジャッジャっていうのは短くなればなるほどハーフで、ハーフはもういっぱい幅があるので、こうまあ感覚でやっていただければいいかなと。で、多分こうバラードってことは、多分このスプラッシュ奏法のことを言ってるんじゃないかな。でこれはもう例えばですね、こうファンク系の人でこうやって踏む人いるんですね。これはつま先で、かかとがどっかのこのペダルのどっかに当たって、で、当たって放置じゃなくて、ハーフオープンになるままのとこら辺でコントロールしなきゃいけないので、このままだとね、かかとがここで当たっちゃうんで、なので、かかとをこの辺に当てるイメージで、というふうにやります。で、ジャズのバラードのスプラッシュ奏法はつま先だけで、踏んで、開けっぱなしにするとなんかこう開けすぎな感じがするんで、踏んですぐにそこの位置でこうつま先を固定する感じ、これはもう感覚はそんな難しくないですよ。普通にこんな音量がいるわけじゃないので、バラードの場合は。なので本当に軽くで、開けちゃいすぎると上ばっかになっちゃうから、だから鳴った後に2つがこう重なって2つとも揺れてる状態に、ここのセッティング状態が大事かなと思います。で、セッティングはここに、まあ、コードは簡単で、ここに板があって、ここにネジがあるんですよ。で、このネジを上げることによって、もう原始的にネジが上に飛び出してきて、で、この板が上に押し上げられて、下がこういう状況になるってことね。で、これもすごく大事です。で、上のね、ここの構造なんですけど、ここってこの2つの部分に分かれてるんですね。で、これ上だけこうやってね、なることと、で下もこうすることが、こう動かすことが、位置を動かすことができるんですよ。で、この位置が緩いと、要はここが緩くなって、こうルーズな音が出しやすいみたいな感じなんですね。だから ここの押さえてるところの隙間をちょっと上げてあげるってことですね。だからトニー・ウィリアムスがですね、ハイハット踏んでる時にこうやってわしゃわしゃ揺れるんですよ。で、あれどうやってやるかってすごい簡単で、ここのセッティング緩くして、なるでしょみたいな。だからここの緩さ具合ですごく自分の好みの音を出しやすい。ここね、ここのセッティング。意外とここのセッティングね、ライブハウスによってこれ1個なくなっちゃってたりとかするんで、これ2つでこうきちっと止めてます。で、ここのストッパーとここのストッパーの距離を決めれるってことね。で、ここのハイハットの下のネジを上げることによって、下のシンバルをこうやって上げることができるという、この2つの奏法と、ここの開ける長さと、まあ、いろいろ調整できる、バネも調整できるから、まあ、そういったと、このバネとか多分これね、こうやって回転させるだけでバネの強さ調整できるんで、こんな感じのハイハットもね、ちゃんとセッティングしようと思ったら結構いろいろできるので、いろいろ調節してみていただけたらいいかなと思います。
はい、キッショ1957さんですね、私はビッグバンドのメインのドラマなんですが、音が大きすぎとしばしばメンバーから指摘されます。演奏中盛り上がって音量が上がるのを自覚しているのですが、無理に抑えようとするとグルーブしない演奏になるような気もします。自分の音量を適切にコントロールするにはどうすればよいでしょうか、ご教授ください、よろしくお願いいたします、ということで、はい、ですね、まあものすごく多いですよね、僕もそうだった。でまずですね、ビッグバンドのドラマーで一番音がうるさいと言われるのはシンバルうるさいんですよ。これコンボでもそうですけど、こうなっちゃうみたいな。で、簡単に、上達する方法を教えます。高さで音量を変えます。で、スピードは変えない。みんなそうなんですけど、高さ変えるとスピード変わるんですよ。だから例えば、こう変わっちゃうんじゃなくて、同じスピードで、こうね、でシンバルをやるときも、これバスドラの踏み方も合わせて、まず今叩いてるのが多分フォルテッシモだと思うから、フォルテ作ろう。で、メゾフォルテ。で、メゾピアノ。で、ピアノ。ピアニッシモ。で、その時にスピードを変えないってことね、大事なのは。だから結局、言ってもらってるみたいにグルーブしないような演奏になるっていうのは、みんなその音量を抑えるとスピードも一緒に遅くなっちゃうわけだから、8ビート例えばね、ちっちゃく叩けてやると、こう音色が遅いんですよ。なのでちっちゃく高さ低くしても、シンバルレガートもこう大きいでしょ、ね、そのグルーブする感じがちっちゃくするとみんなこうなの。なくてスピード一緒なの。高さ変えてシンバルレガードの、少なくとも4段階、ピアニッシモ、ピアノでフォルテ、フォルテシモぐらいでいいかな。まあまあメゾピアノ、メゾフォルテ、4段階で自分で考えて、でメゾフォルテっていうのが何も考えずに演奏した時の音量って言われてるんで、普通に音量の普通の音量っていうのがメゾフォルテで、そこからやや強く、それから強く、すごく強くみたいな段階で、まあだから普通常強い、めっちゃ強いで、ちょやや弱い、弱いぐらいの、5段階かな、できたら6段階ぐらいで、だから高さを6段階に変えてスピードは変えないという練習をしてみてください。で、あと、まあ、音の音圧っていうのの変化があるんですけど、これはねどうも YouTube で説明してもなかなか伝わらないんで、これはもうねリアルの、個別レッスンを、取ってくれた方には教えしてるんですけど、まあ、YouTube でやってもまあ伝わらないしということで、まあ、この3つの要素をね使うとすごく音量に対しての、まあまああるんよ、あるけど、ドラムってどうしても自分とこは大きいから、ここのお客さんには絶対うるさいって言われるし、ピアノの方がから行くとそうでもないのに、こっちだとうるさいって言われるから、ずーっと悩むんですけど、ただ今悩んでるみたいに自分でも自覚してるっていうのは、音量落とすときに何をしなきゃいけないかというと、スピード落とさなくて高さを変えるって練習をしてみてください。で4段階ぐらいで、単体でこれバスドラだけで4段階、シンバルだけで4段階、スネアだけで4段階っていうのを練習してみると、あ、これぐらいで叩けばいいんだっていう感覚が身につくと思います。特にロックドラムの人はクラッシュは全部フォルテッシモでしかできないので、1種類しかないから、だからクラッシュでもメゾピアノできるよっていうような感覚。でもメゾピアノは弱くじゃなくて、そっと叩くんじゃなくて、スピードをキープしたまま素早く低いところから叩くイメージです。だからピアノとかメゾピアノの方が難しいです。そうやって思って練習してください。できると思います。頑張ってください。常連さんのエルフアミさんからのご質問ですね。クローズドリームショットってやつですね。クローズドリームショットっていうのは、ちょっとこんなね、簡易なものでもね、カツカツカツってやるやつですね。クローズですね。で、その時は、曲の中でスニアからこう、スニアとリムを行ったり来たりするってことですね。よくありますよね。リムショットの際、スニアはスティックの太い方をダメにつけますかってことが、こっちでやってんのかな？スムーズにできずにリムショットの音がバラバラになります。またリムショットの時スティックの指でうまく使えずに滑ってしまいます。どのような持ち方がいいのでしょうかってことですね。これですね、僕アメリカのワークショップで、
リムショットでこっちの方が楽じゃん。だってこっちでやってる方が普通にスニアもこうやって叩けるわけだから全然いいじゃないと思ってたけど、これで叩いてたらですね、その時僕の先生というか担当の先生だったカール・アレンっていうドラマの人がですね、あの黒沢、あのプロはね絶対このこうやってやると音が細くなるから首が苦しくなるから、このプロは絶対もっとこだわりなさい音にって言って、絶対こっちでクローズドリムショーやりなさいっていうふうに言われました。なのでそれから僕はちゃんと守っております。でどうするかというと、ポップスの場合はね、このまま普通にスニアに行っちゃっていいって僕は教えちゃいます。これね、スニアでこっちで叩くのとこっちで叩くのあんま変わんないんですよ。でもライドとかしね、ライドを叩くときはこっちとこっちはもう大幅に変わります。でも左手でライドシンバルのリズム刻まないでしょ。だからそういう場合は基本的にこっちで全然このまま持っていいと思います。でずれないようにするポイントとしてはね、僕いつもここ小指の根元にこのチップを合わせてるんですよ。そうするとね、すごくこうあの合わせやすくなるかな。だからずっとこのままこういうふうに持ち替えればいいかなっていうふうに思ってます。はい。なのであとね、一番端っこに持っていくと音鳴らないんで、必ずねここ2センチかな。要はね、ギターみたいにこう共鳴させてるんですよ。でギターの弦ってここに張ってないでしょ。だからちょっとこう上に張ってあると思うんだけど、共鳴させるためにはここスペースがいるんですね。なので僕は指標にしてるのはこの出てる先のセンチ数、だいたい7センチって思ってるんだけど、それがちょうど出たところが一番抜けがいいと思ってるので、そこを目指してこうやって合わせてこういう風にして、でこういう風にするとうまく持ち替えができるんじゃないかなと思いますので、試してみてください。クイナさんからのご質問です。その日の基礎練習を始めたよと思った時に、お、なるほど、基礎練習をやってるんですね。準備運動もしたはずだけど手首が重い。ウォーミングアップの時点で、あれ今日は思い通りに動かないなみたいなことがあります。おー、なるほどなるほど。たまにあるかな。そういう時は何かはっきりとした原因があるのか、あるいは単純にエンジンがかかってないのか、自分では、答えが見つかりません。うん、なるほどなるほど。で今のところはそういう時に、練習を続けると、普段では何でもないことをいつものようにやってるはずなのに乳酸が溜まっていきます。ああ、こう、まあ溜まってるなって感じがするね。あのちょっと筋肉痛になるみたいな感じでね。この現象は調子が悪いという認識に入れてしまっていいんでしょうか。調子悪いですよね、絶対ね。疲労かとも思いましたが、時間をずらして練習したら大丈夫なこともありました。なんかやっぱ体調とかバロメーターってやっぱありますよね。これらのことから、もし練習において調子が悪い時間帯があったとして、練習に向いている時間帯、例えば起床から何時間後ぐらいの考え方はあるんでしょうか。また今日は体がうまく動かないなと思った時などの対処法などがございましたら聞きたいです。長くなってしまいますが、いつも動画楽しみにしています。ありがとうございます。ご回答いただけますと幸いです、ということですね。調子悪い時ありますよ、やっぱり。どうするかっていうと、まあ基礎練習って基本は、僕は頭使う練習とかしてて頭がうまく動かないなと思うときは基礎練習に切り替えます。基礎練習はもうまあ頭を動かさずに、とにかくずっとメトロノームに合わせて動きとかぼーっと見ながらね、だから動きの修正とかをしてるわけだから単純作業じゃないですか。まあでもクイナさんはですね、単純作業をやってる時にこう、なんか乳酸が溜まっちゃうってことだから、それはもう完全に体調が悪い感じですかね。で、体の体調が悪い時はどうしてたかっていうと、もう風邪ひいて体調悪い時はその日は練習をやめて、その日の練習の8時間分を他の日に2時間ずつ割り振っていって解消するってことをしてましたけど、まあ休んだ方がいい時はやっぱありますよね、体の体調が悪い時はね。で何時間目というか、こういう調子が悪いっていうのは突発的に来ないですか。やっぱりね、自分の体調の疲労が溜まった時とか、なんかこう風邪ひいた時とか、なんかそういうのがあって、起きて何時間目がいいかって言ったら、なんかそこら辺は人によってバロメートがちょっと違うような気がするんですけど、そこはまあなんか自分でなんか一回計算してやってみて、この時間帯っていう風にやってみたらいいかもしれないですけど、そこまで僕現実にやったことはないですね。とにかく練習好きだから、ドラムのとこパッて座ってずっと練習しててみたいな。で、あ、なんか乗らないなと思ったら、しばらくちょっと歩き回ったり、あ、ちょっと溜まってた買い物行こうとか、別の気分転換パッてして切り替えてから戻すっていうことはしますけど、まあそれぐらいが僕のやり方ではあるとは思いますが、まあ他に何か、
ある方はぜひね、コメント書いていただいたりとかしてあげると、クイナさんの、プラスになるかもしれませんし、僕的には、まあ、調子悪いんだったらちょっと休憩するか、別のことを活かしてリセットするか、それも、ポモドロタイムって知ってますか ?25 分っていうのが。人間って25分練習して、そこが大体、まあ、人によって15分だったりするんですけど、集中力のピークが来るんですよ。で、5分が10分休むみたいな。で、その時はできるだけこう、座ってるんだったら立ち上がったりとか、歩き回ったりするみたいな。で、その25分やったら次は、練習でも全く違う足、手の練習やってたら次足の練習ばっかりやるみたいな感じでして、なんかこうやってやっていくっていうのは、僕は結構それは仕事の時もよくやりますね。これ、パソコンの仕事やってて、何やったら基礎練習やって、何やったら次は本読んで、みたいな、なんかこう、いろいろ順番分けてってやるので、結構時間で区切って、ポモドロタイムって調べるとですね、アプリも出てきます。なので、ポモドロタイムと、このインターバルの時間が自動的に勝手にこう計算されて、こう、ピッて押すと、勝手に休憩ってなって、みたいな。で、僕はその、ポモドロもその日によってちょっと違ったりするんで、スポーツのインターバルの、アプリを持ってて、だから、その日によって25分10分休憩っていうのと、25分5分休憩にしたりしてます。で、最近はですね、アプローチで休憩の時間を決めて、その時の気分で、5分休もうかな、10分休もうかなって決めて、5分でやって、で、もうタイマーはずっと25分にしてたりします。時間で区切るっていうのも一つの解消法かもしれないので、ぜひトライしてみてください。はい、ありがとうございました。はい、本日の、内容いかがだったでしょうか。面白かったとか役に立ったとかですね、何かあったらコメントに書いていただけると嬉しいです。そして、よかったらいいねマークを押していただいて、メルマガをね撮っていただけると、見逃しがなかったりとか、資料なんかもダウンロードできるので、こちらの詳細欄から、登録しておいてください。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。